2月28日、川崎市中原区にある川崎市生涯学習プラザで、キラリ文化教室ステップアップ色鉛筆画が開かれました。趣味を広げたい人や新たなことに挑戦したい人などを対象に、季節ごとの連続講座として開催されているキラリ文化教室。今回取材したステップアップ色鉛筆画は、色鉛筆画の入門教室やスケッチの基礎を終えた人向けの教室です。モチーフを自由に選んで色鉛筆画を描いていくこの教室で講師を務めているのは、自身も造形作家として活動する吉田真紀子さん。夫の光彦さんも入門教室の指導に当たっています。どこ描いたのがいいんですかね。手前はやっぱりそう、手前をこぶっていうか、まあ少しに少しリアルな感じを出した方が。先生のご指導は的確ですか。まあそれはそうですね言うだけじゃなくて、こう書いてくれますからね。お手本みたいになりますね、やっぱり。やっぱりこういうのに来るようになると、ちょっと張りがあって、家でも書いてみようって気になってよかったと思ってます。まあ、素人の方に比べれば多少のテクニックを持っているので、それはもう惜しみなく教えしようという心意気ではおりますけれど、楽しんで描いていただきたいというのが、それでみんなそれぞれやっぱり個性があるので、それを大事にしたいという形で、むしろテクニックを教えしているのかもしれませんね、ある意味においてはね。